皆さんこんにちは、松田敏夫でございます。今日はですね、ちょっと金について、お話ししたいと思っております。昨日の G 直言を皆さんお呼びになったと思いますが、アリゾナとアイダホのこの州でですね、3月14日ですが、金をですね、ドルと同じような通貨として、日常の生活にですね、扱うということが決まったというわけで、日本ではあまり報道されておりませんが、実はこれは大変重大なニュースなんですね。いろいろ詳しくですね、G 直言書きましたからもう一度お読み願いたいとは思うんですが、いずれにしてもですね、IMF で2020年から25年にかけてですね、このIMF の SDR をドルに代わる基軸通貨とすると、そして SDR は金と交換性をですね、一定の交換性を持たせて、そしてそれを国際基軸通貨にするというわけですから、金本位制が始まるということになるわけですね。ということになると、ドルの時代が終わる、すなわちドルを中心とした世界のですね、この金融体制、金融システムというものがですね、終わりを告げると、こういうことなんですね。では我々の生活にですね、一体これがどういう影響を及ぼすのかということなんですが、言うまでもなくですね、ドルとか円とか、円といえばローカル通貨で日本だけに通用する通貨ですが、しかしながら国際基軸通貨のドルとの関係において存在しているわけですから、1ドルがですね、111円だ112円だということでですね、ドルとのつながりでこの円も通貨として活躍している、あるいは通用していると、こういうことですね。ですからこのドルの通貨体制ということが変わるということになれば、当然ですね、円の方も大きな影響を受けるわけですね。で、アリゾナ州とアイダホ州で起こったことは、金と同じくですね、ドルと同じく金をですね、通貨として使う、そして金の預金通帳、小切手、あるいはクレジットカード、こういうものをですね、これからどんどん発行して、この国民の生活にですね、この金が通貨として登場してくるということなんですね。で、直言も書きましたけども、小売業界もあるいは製造メーカー業界もですね、物とサービスをこの売って成り立っているビジネスですから、こういうビジネス界はですね、もうこれからこぞってですね、この金の小切手で、あるいは金のクレジットカードで消費をしていただきたいということからですね、金の小切手あるいは金のクレジットカードで買う場合はですね、大幅にディスカウントいたしますよというインセンティブをですね、これからやってくるということなんですよ。ですから、金を持っていればですね、市場価格より安く物やサービスが手に入れられるということになりますから、生活上の上からもですね、どんどんとドルを金に変えるというこの行動が起こることはもう火を見るよりも明らかですね。ということになりますと、これがアメリカにどんどん広がっていきますと、当然のことながらドルを売って金を買うという形になるわけですから、金価格がどんどん上がってドルがですね下がっていく、ドルのバリューが下がるということになるんですね。もうこれは決まったことですから、これから先そういうことがどんどん続いて起こるというふうに認識しなければいけませんね。金価格を見ると 2,3 日前に26ドルも上がりましたね。1オンス1220何円だったんですが、1200円を割れるんじゃないかというぐらいですね、下がっていたんですが、26円上がってですね、昨日はまた13ドル上がりましたね。26ドル上がり13ドル上がると、日の出の勢いみたいにですね、金の価格が上がってるわけですが、おかしな話でして3月の15日に FBR はですね、FRB ですね、
FRB はこの利上げをしたわけですからドル高にならなきゃいけないんですね。ところがですね、ドル円を見ても分かる通り、この利上げをする前は114円だったんですね。1ドル114円だったのがですね、利上げをした途端にですね、円が下がるどころか上がってですね、まあ昨日の相場ではですね111円台までですね、ドル高円高になったと、まあこういうことですね。そして、まあ株価の方もですね、まあドル安そしてドルの評価というものが下がればですね、アメリカの株の評価も下がるわけで、まあ昨日あたりはですね、200円以上、237ドルですか、237ドルも下がるということになってますね。こういうふうにですね、この世の中が今一つの方向にですね、大きくこの変わろうとしているということを皆さん認識しなければいけませんね。そしてまあ身近なことですが、じゃあ我々のこの資産はどうしたらいいのかということになるわけですが、まあ分かりきったことですが、通貨の購買力はまあドルも円もですね、下がる一方なわけですね。円高になるから円の価値が上がってるんだと思ったらとんだ大間違いで、ドルと円がですね、まあ連携してこのいるわけで、ドルがどんどん下がる、円がどんどん上がるというと、円の価値が上がってるんではなくて、ドルが円よりもですね、円よりもドルの方が価値が下がってるということであって、円もドルも価値が下がってることに変わりないわけですね。まあ難しい話をしますが、要するに市場が求めている必要とするお金以上にですね、その何倍もですねお札を発行して、なんとかですね経済を、まあ見た目ですけどね、見た目経済を維持しようということで世界中が必死になっているわけですから、まあ現実に戻れば、つまり市場原理に戻せばですね、通貨はもう暴落することはもう分かりきってるわけですね。つまり世界中がハイパーインフレになるということはもう決まったようなもんなんですが、もうそれを指しては大変だということで、各国が協力し合ってですね、一生懸命札を刷ってはこの経済を維持しているという、まあ末期的症状になってるわけですね。まあそういうことを聞くと、なんかこの不安が起こってくるわけですが、まあ我々国民あるいは投資家消費者からすればですね、別に国家の財政が破綻したからって別に死ぬわけでもなければですね、どうっていう問題じゃなくて、人間は死にません、ちゃんと生きてるわけです。で、財政が破綻したっていうことは、円を中心とした財政が破綻したわけですから、新しい通貨、つまり金、新しい金という通貨を作ってですね、そちらに移行すればいいだけの話なんですよ。そうすればですね、また輝かしい金のようにですね、輝かしい生活あるいは経済が始まるわけで、別に心配する必要はないわけですね。ただ問題はですね、この今現在のこのドル基軸を中心としたですね、今日のこの金融システムというものがですね、まあバブル金融システムと言っていいと思いますが、これがですね、1たす1は2だというごく当たり前のですね、金本位制に変わるだけの話なんですね。ですから、もう今までのですね、まあ必要があればいくらでもすりますよと言って、通貨をすってきた、まあ時代は終わってですね、これからちゃんと1というものがあれば1というお札をすりなさいと、まあこういう時代、つまり金本位制になるわけですよ。まあ正常といえば正常なんですが、異常なところから正常な状況に移るということになるとですね、今大金持ちだと思っててもですね、ふと気がついたらですね、どこに金があるんだということになりかねないということなんですよ。ですから、まあ、そういうことがあんまり世界中に知られるとですね、まあ、それこそ混乱が起きるばかりではなくてですね、ハイパーインフレ、すなわち財政が破綻する時期が早まるということ、これはもう為政者、国の指導者はですね、最も、まあ、恐れるところでありますし、それを指してはいけないということで、まあ、それが今、世界中の指導者の責任であるわけですね。まあいくら責任があってもですね、断末魔は来る時には来るわけですから、まあそのためにもうすでにですね、世界は2000年から
2020年からですね、金本位の準備にかかって2025年からはですね、正式に世界を金本位制にするんだということも、これも決まってるわけですから、もうちゃんと先のことは手を打ってあるわけですよ。ただそのできる限りですね、今の体制を引き伸ばしていかないと、やはりその経済的パニックが起きる、あるいはそれがもとで戦争が起きるということもなりかねないので、とにかく先送りをやってですね、最後に、この金本位制に移ると。しかしそれまでの間にですね、国民に気づかれないように、あるいは投資家に気づかれないように、もう今政府は必死になって金を買い集めてるわけですよ。アメリカの場合はですね、ゴールマン・サックスと JP モルガンを使ってですね、どん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 金を買い込んでると。金の価格を上げないようにですね、先物市場で売り叩きながら、金価格を下げながら、どん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 金をですね、溜め込んできてるわけです。でアメリカの目標は2万トンですから、2万トンにもうあと少しでしょうね。2万トンに達したらですね、もう価格操作も何もする必要はないんで、投げればいいんですね。そうしたら金がですね、一直線で跳ね上がりますね。そして金が10倍とか20倍になるのは確実ですけども、そういうふうに上がったらですね、今度はドルベースの借金は紙くずのごとく安くなるわけですから、高い金をちょっとですね使って買い戻せばいいということで、国家はですね、もうすでに断末魔の先のことを考えているわけです。知らぬは国民ばかりなりですから、国家に負けずですね、我々はせっせせっせと金を貯め込んで、そして断末魔の時になったらですね、国家と同じくですね、借金なんかもうそれこそ紙くずのごとく安くなってるわけですから、住宅ローンであれ何であれ、借金はですね、もうただ同然ということになるわけです。でそれを知らないとですね、ハイパーインフレで持ってた財産全部取られて、挙句の果てで金まで没収されるというですね、悲劇になりかねないわけです。脅かすわけじゃありませんけども、こういうとですね、どういうふうに世の中がこう進んでるのかということが、ご理解できるんではないかと思って、ちょっと大げさかもしれませんが、こういうお話をした次第であります。小冊子87号っていうのが今どんどんとお送りしている最中ですから、機会がありましたらぜひお読みいただきたい。そこにはですね、財産保全7年計画ということで、いろいろと解説してますから、ご参考にいただければお役に立つんではないかというふうに思っております。